人を殺した記憶を抱え苦しんできたシノンは、俺にどうすればこの記憶を乗り越え強くなれるのかと尋ねる。だが俺もまた SAO で人を殺した記憶に苛まれる一人でしかなかった。次回ソードアートオンライン2第11話、強さの意味。